閲覧注意、改めて見る大谷翔平と丸太小屋、ぶっ飛んだ文章にネット民困惑。私は同性愛者ではありませんが、大谷翔平さんと一緒に森の中の丸太小屋に住みたいです。私たちはセックスをすることはないでしょう。しかし彼が臀部を引き締めながら気を切るとき、次第に汗ばむ裸の上半身を、キッチンの窓から見ていた私は密かに腰の炎を燃やします。私は階段を登って、G 行為をするでしょう。私は翔平を頭から追い出そうと、必死に女性の体を想像しますが、それが無意味なことを知っています。最終的に私は絶頂に達することができないでしょう。そして私は怒りと切なさを感じながら開花に戻ります。時には私たちはテーブル越しに目を合わせることがあるでしょう。その瞬間、私たちは自分自身の内容に潜む感情に、喜びを見出す暇もなく蓋をして、そしてそれぞれがしていたことに戻っていくのです。ある日私たちの一人が死に、もう一人が丸太小屋の外に彼を埋めます。それから彼は旅立った友人にちょっとした詩を書いて、そして真のプラトニックな愛なしには生きる理由を見出せずに自殺するでしょう。草。むちゃくちゃすぎて草。丸太小屋って何？ホモが担ぎたがる丸太を保管する小屋。ログハウスじゃね？ホモは文豪。読ませる文章やめろ。文豪すぎない？素敵やね。大谷ファンはメンヘラ。ホモって国籍問わずに文豪になれるんか？文豪というかホモは芸術の才能がある。アーティスティックな部分はホモは強いからな。北の国からやん。これ日本人のレジッターが書いたってことか？日本人が日本語で書いてそれ読んだ外人が翻訳して公開したっていうとるみたいやね。いやどう見ても外人が日本語に翻訳してから投稿しとるやろ。これ頭から順に情報が入ってくるのほんますごい真似できる文才じゃないわ。大谷って外国人目線だとどう映るんや。ダルビッシュは細めのアジア人やろ。大谷も細めのアジア人なんかな。肩幅と背が日本人離れやし、大谷はどこの国でもモテるやろな。もともと東洋人は幼く見える上に大谷は割と童顔だから、ショタホモ系のその筋には受ける上背はあるし、それなりに鍛えてるけどムキムキマッチョマンって感じでもないからな。やばいそうに受けてるやん。渡米した選手がヒゲ伸ばし始めるのってそういうことか。一緒に住み始めてから死ぬまでを妄想してて草。これ有名なコクペヤで名前のとこ大谷に変えただけ。これコクペやったんか。しかしなんでそんなこと知ってるんですかねー。これは純愛。文才ありすぎて草。これもう純愛じゃん。外人です。 Google 翻訳して公開した。いくらなんでもキモすぎ。日本語学習した外人が書いたんかな。これ機械翻訳でこんな綺麗にならんやろし。ワイも日本語学習した外人やと思ったわ。ただの機械翻訳だともう少し不自然になるし、日本人が手直ししたにしては少し英語的すぎる気もするよな。代名詞引きずってるし。するでしょう、じゃねえよ。検索したら10年以上前から使い回されてるコクペみたいやな。じゃあ大谷が一緒にログハウスに住みませんかって言ったら断るんか。ワイは受け入れるぞ。言いたいことはわかる。丸太小屋の愛。あのガタイで可愛い系の顔とかそうそうおらんからな。これは惚れるやろ。太くなったな。ホモではないって言ってるからセーフ。腰の炎ええな。腰の炎ってなんやねん。何度読んでも密かに腰の炎を燃やしますで絶対笑うわ。妙に納得してしまう文章や光景と心情が目に浮かぶし、おそらく元ネタはゲームオブスローンズの登場人物、ジョン・スノーへの文章で海外で名前だけ有名人に変えるのが流行ったとか。しかし機械翻訳とは思えない日本語訳はお見事。